はい、こんにちは。今日はですね、成立と広島、激闘でしたね。なかなか難しい試合になるんかなと思ってて、まあ当然なったんですけど、なかなかいい試合でしたね、最終的には。まあ、勝ったんで、そういうふうに言えるのかわかんないですけど、ただ、1点取られて、野津田が入れた時には、多分いけるんじゃないかなと思ったのが、相手がまあ5枚ブロックの4枚の1、ワントップにしたんで、もう守備で逃げ切りしようかというところに、まあ、野津田のミドルが入ってしまうと、チームとしてはこのまま守りに行って、アウェーで勝ち点1拾いに行くのか、まあ、勝ちに行くのかっていうのは、当然なんかまあ、迷いは出るんで、まあ、ああいう流れで押し込んでいるパターンだったら、なんとかなるんでしょうね。そこまでなんとかなるって読んだスキッベ監督なのかどうかは分かんないですけど、まあ、今日もやってみたいと思います。まあ、広島のこの3バックのアンカーの、4枚、ああ、東がいないですね。東来て、まあ、4人の2トップになってしまうと、これ4-2-3-1かまされるとかなり弱いんですよね。ノースダウンのところでもう完全に起点作れないんで、清武とマッチアップするんで。ってなったらサイドバックがここの、前のこのスペース使うぐらいのもんで。あとはまあ水田に対してこういうふうにボール入れれるか、こういうボール、全然対してこういうふうになるかぐらいのもので、まあそれがまあ中閉めておいて、こっちのボールにピュッて出すかっていう感じですよね。まあ一回荒木が藤井に対して長いボール蹴ってはいたんですけど、そこまで荒木自体も久しぶりに蹴ったのかわかんないですけど、あまり精度の良くないボールで藤井の頭を越えていったボールはありましたけど、あまり攻撃っていう攻撃を後ろから作ってるっていう試合ではなくて、前からのプレッシングを行って、荒木とか佐々木、塩谷とかがまあカットして、まあそこに対して攻撃が次、降りてきた、この満田と森島がしっかり受けたっていう試合でもあるか、それかもう前半の初めの方は、4-2-3-1の3の、ここまで下がってきて、満田とか森島とかが。で、ここでもうありますよって。で、ここからボールの支配率を自分らで上げていきましたよっていうのは、前半の最初の方は見れたんですけど、まあ、後半になったら特にそういうのはなかったですよね。で、まあ、清武がそのここのスペースを空けるためにこういうとこ行って、野津田を連れて行って、そこに奥野が走っていくとかっていうのはあったんですけど、そこまでポジション、それも初めの方ぐらいのもんで、まあ、初めはまあ戦略的にお互いのチームは行くんでしょうけど、まあ、後半の入りで、まあ、広島が失点してしまったぐらいからは、まあ、特に相手がシステムを変えて、先ほど言ったように5-4-1のシステムを変えたっていうこともあって、完全に広島のボール支配率っていうのは格段に、まあ初めから高かったは高かったんですけど、格段に上がったですよね。で、まあその中で野津田がゴール入れて、まあ、5-4-1のブロックに対しては広島がまあ、押し込む形にはなってたんですけど、逃げ切ろうと思って、やっぱり点を食らうと、やっぱり良くないんでしょうね。セレッソぐらいの力のあるチームでもなかなか難しいんでしょうね。で、まあ、あと、毎回思うのは、この藤井とこのサイドバックの西尾、多分これかなりいい選手ですよね。原川はまあ原川でももともといいなっていうのはあるんですけど、奥野はまあ、ベガルタに保った選手で、もともと、上がり下がりもいいし、ポジショニングもいいし、まあ、まあまあ、J2 に落ちたけど、まあ、やっぱり J1 に残るような選手だなっていう。J1 に残ってもこうやってセレッソみたいな上位のクラブに余裕で出れるっていうのは、やっぱり力をもともと持ってる選手なんだなっていう、まあ見ててわかるですよね。で、まあ、西尾も若い選手らしいんで、これから見ていきたいなと思うんですけど、やっぱ藤井を縦で、切れって言われて、あそこまで切れれるっていうのはやっぱすごくて。でもまあやっぱりこうやって縦を切られてしまうと、藤井がそこまで生きないっていうのがあるんであれば、やっぱボックスのここを取るっていうのはもうかなり今の現代サッカーで超重要なんで。ってなると、まあこういうとこで走ってしまうと、森島であったり、満田、まあ、ベンカリファとかがやっぱりこの辺ぐらいからワンツーかますか。まあ、ここで、もう一回カットインしたときに、もう一回ワンツーでかまして、ここを一回取るかとか。やっぱここで、シュート打っても、やっぱブロックがね、やっぱ多いんでね、なかなか多くないんですよ。で、左足で、それか左足でここのフォアサイドのここ狙って、
って折り返しでドン行くかですけど、なかなか走りながら利き足じゃないのを蹴るのはなかなか難しいと思うんで、まあここら辺はもうちょっとこの崩しっていうのはもうちょっと考えなきゃなかなか難しいかなとは思うんですけどね。東の方がまだあのクロスを上げれるっていうのに対しては結構余裕持って上げれたように見えるんで、まあそれほど藤井に対しての、 あの警戒と東のクロスに対しての警戒っていうのがやっぱ違うんでしょうけど、まあまあ東も昨日は頑張ってたんじゃないですかね。まあまあ柏が出てもまあ全然どっちでも良かったんじゃ良かったと思うんですけど、ファンとしてはまあルヴァンで結果出してるし、あのそういう選手がやっぱり出るよっていうのはやっぱチーム内ではいいんじゃないですか。で後半出ても良かったと思うんですけどね、柏が。だけど東でずっと行くっていうのは良かったんじゃないかな。まあ5ゲーム中のブロック引かれるとどうしてもあの競り合いの場面が増えるんで、サントスに代わってこのビエイラが当然出なきゃいけなくなったんでしょうね。でビエイラ出てあの東の方があの身長でかいんで結構ヘディングも意外と強いんですよ。昔っていうか1年前のそのジョフ監督の時はゴールキック、まあ大迫でも林でも蹴ってたら絶対東に当てて、東の競り合いでなんとかしてたんで、まあ今はあのうんとサント、あの誰、ドグラス・ビエイラ出たらあの大迫明らかにビエイラ狙ってたんで、まあ、ヘディング強い選手っていうのはやっぱり後半のこういうブロックを引かれた時にはやっぱり出たいんで出てほしいんで監督も選んでるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあどうにせよ昨日勝ったっていうのはすごいでかいんで、まあ次はアビスパ福岡戦なんでそこは頑張ってほしいなとは思いますけどね。ただ次勝ったら2連勝いくんで、この後半戦1試合少ない中であの1位がちょっと見えてますよね、背中が。勝ち点7差なんで、ここ頑張ったらまあ上位フィニッシュはもう見えてるんじゃないかなと、大コケ戦限りいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。どの試合でも、まあ、あんまり僕はボールポゼッションにこだわりはないんですけど、やりたいことができてるサッカーをしているようには見えるんで、そう考えればまあ、あの上位と試合しようが、どこと試合しようが、相手にボール持たれて我慢してあのカウンターでひっくり返すというよりかは、自分らでしっかりあのやりたい、まあ、結果ポゼッション上がってる、プレッシャーをかけまくって相手は蹴るしかなくなって、そこを回収していいところにみんながスペースに入っていくことでポゼッションが自然と上がってる、パスがうまくて上がってるとかっていうよりかは、あのカットした後のポジショニングの立ち位置がうまくてポジションが上がってるんで、まあそこはそこでね、もうブレずにやれば結構もうあのチャンスは自然と増えるんじゃないかなと思うんですよ。で僕のもう一個の指標として、あのファールの数結構見るんですよね。でファールの数が多ければ、まあ、大体今回の試合で多ければいいってわけでもないんですけど、大体僕は15、あ今回15ですね、15、大体14、15、マリノス戦が14だったのかな。で、まあ、これが15ぐらいいっとけば、大体まあ、悪くない試合展開になるという指標が僕の中であるんで。で、まあ、また、次節、福岡戦、楽しみにしていきたいなと思います。以上です。